おはようございます。木曜日26日、ガチャ25日ですね。よし、今日は久々に朝の散歩に出てきて、運動公園にやってきましたが、めっちゃ暑かったです。このね、パーカー着て、その上、あのパーカーってはこう、なんつうの、どっちがパーカーって言うんだろう、この。なんか厚手のやつとなんか羽織るやつ着てきたらさすがに暑かったです。4度なんですけどね、脱げるようにと思ってこれ着てきたんですけど、うん、結構汗だくです。すごいなんか絵が描いてある。これ持ってきました。つぶれ気味ですけどロールケーキ。じゃあ今日もコーヒー持ってきたんでここで飲みます。はい、ということで前回と同じ席で、朝食食べますけど、これでちょうどいいわ。このもう厚手のやつもこれまくって、でも、これはここにまくって、もうこれでちょうどいいぐらいです。半袖でいいぐらいでなんか、暑いですね。天気はね、別に、すごい良くもないんですけど。はい、ということでね、そろそろ帰りたいと思います。今日こっちから行こうかな。なんか意外と今日、あの気温もね、あの数字的にはそんな、ちょっと待って、忘れ物が心配だな。大丈夫かな。大丈夫ですね。そんなにね、今日数字的にも気温高くないし、天気もあんま良くないんですけど、なんか結構暑く感じる。なんでだろう、日差しもそんなないのに。ただ自分の体感温度がおかしいんだと思うんですけど、なんか半袖でずっといました。今日もこれやってみようかな。意外とね、こう見えて筋力がないんですよね。それ言っちゃったらもうただ太ってるだけっていう風になっちゃいますけど、いやちょっと人いて恥ずかしかったんでやめました。やっぱもう少し早く来たいですね。今ね8時半ぐらいですけど、やっぱ小暮れになってくると人多いんで、なんかね今日はどうだろう、7時半ぐらいに来たのかな。多分7時半ぐらいにここ着いたんですけど、6時半ぐらいに来て7時半ぐらいに帰るのがベストなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと今度そういう風にしてみます。6時ぐらいに起きれば多分行けると思うんですけど、今日ね6時半ぐらいに起きたんですが、まあ、とりあえずもう帰ります。なんかこっちから抜けて今日は下から帰ろうと思ったんですけど、あそこ工事してると通れないみたいですね。戻るか。よし、30分で帰ってきました。意外と早いものがないかと思いますけど、いや今日かなりうまくいきましたね。あのね、途中で再起動入れたんですけど、そしたらめっちゃ速くなりました。やっぱね、最新 OS になって、すごいね、良くなりましたね。でもちょっとね、まだ一つ問題があって、あのですね、今、これ、本体の内蔵ストレージに書き出してるんですけど、なんでかっていうと、これ SSD に書き出そうとすると、なんか、承認みたいなのができてないから、書き出しできませんみたいな風に出るんですよね。だからなんか許可しないといけないのかなと思うんですけど、ちょっとね、調べないとわかんないんですけど、内蔵ストレージだと、書き出せるんですよね。SSD なぜかなんか書き出せなくて、なんか、エラーっていうか、なんかを承認してくださいみたいな出て、よくわかんないんですけど、ちょっと、それは、調べておきます。では、コーヒー飲みます。これ紹介したかな？もう、これね、もう少しでなくなるんですけど、今飲んでるのは、上島コーヒーっていうところの、オリジナル、香りブレンドってやつですね。
結構これも量入ってるやつで、あの光沢は前のやつより少ないですけど、前何だっけかな、あれ上島コーヒーのまあシリーズだったと思うんですけど、なんか前の光沢あって美味しかったんですけど、まあこれも結構あの好きな味ですね。ここがでもどうだろうね、あんま違いはっきりとは分かんないけど、こっちの方、あっちの方が、あの、その、光沢のあるやつの方が、コクがある感じがするけど、これなんかあっさり系ですね。うん。香りのブレンド。滑らかなコク。なんかこの上島コーヒーっていうところの、結構なんか、本格的な味がして、すごい美味しいです。そういえばあれだけ買ったつまみが底をついてしまったんですよね。ちょっと暇があったら買いに行きましょうか。とりあえずカップヌードル食べます。あのこれケーブルクリップつけてみました。これかなり便利ですね、やっぱり。でこれを紹介してる動画を今メイン用にね編集しました。アンボックス&レビューチャンネルにこれ上がりますけど、これね撮ってからやっぱすぐ編集すると記憶に残ってるから編集しやすいですね。これいいかもしれない。パソコンがまともに使えるようになったんで、ちょっとこのスタイルでやっていこうかなと思います。で、今ね、初めて30フレームでやってますけど、さすがにメインはね、なんか、この前24でやったけど、さすがにカクカクすぎたんで、どうだろうな。どうだろう?3分の2、3分の2っておかしいか。なんて言えばいいんだ。当番よりちょっと少し遅いかもしれないけど、でも遅くはないスピード出てますね。やっぱいいですね。いやーこれやっぱね、夜明けてみてすごい良かったですよ。全然編集の効率が違うし、前までなんかてか計画立ててやろうとか言ってても、その編集のところでいろいろトラブルとか起きちゃって、結局なんかそれでなんか1時間とか使ったりしてたので、これかなり問題なくできるようになったっていうのはいいですね。あ、大きいのは、この今、Vlog のエピソードを撮ってると思うんですけど、これを AirDrop で一発で送れるようになったってことですよ。エラーとかまず発生しないし、一発で全部1日分のクリップを全部一発で送ることができるって。今までどうだったかっていうと、今までは、あれなんですよ。iPhone にも Mac にも、ストレージが容量ないと、まず、AirDrop で送るときに、iPhone の中にまず、クリップをダウンロードしなきゃいけないんですよ。撮ってすぐアップロード、飛ばすならいいんですけど、撮って、まあ、何時間か経ったら、まあ、自然に iCloud にアップロードされたりして、iPhone のストレージの中にはない場合があるんですよ。なので、iPhone2 回ダウンロードしてから、こう、送信しないといけないんですけれども、それが、まあ、iPhone のストレージがないとできないと。それだとまたエラーが起きちゃって、この iPhone にこうダウンロードができなかったため、送信、失敗しましたみたいな感じで出たりとか、あとは、まあ、Mac の方に容量がないと、こう Mac で受信できないわけなので、こう、相手側に拒否されましたとか、iPhone からの、データ送信をキャンセルしましたみたいな、通知っていうか警告が出ちゃって、で、それができなくて、で、今までどうしてたかっていうと、その iPhone にも Mac にも余裕がなかったから、その、例えば Mac がそのダウンロードできるだけ、Mac のストレージに入るだけのやつを送ってたんですよ。だから、こう、1日のエピソードでも5回ぐらいに分けて AirDrop で送信してたんですよ。それかなり非効率で、これずっとね、待ってなきゃいけないし、あと一番は、その、何回かに分けてこう、その分しか Mac に、ストレージが入んねっていう、Mac のストレージにその分しか入んねってわけなので、一回こう、Mac に AirDrop で飛ばしたものを、外付けの SSD に飛ばして、またそこの転送を待って、転送されたのを確認してから、Mac のストレージの送ったクリップを消して、消去して、で、完全に消去して Mac のストレージが空いたらまた、AirDrop で送信するみたいな。それを繰り返したんで、かなり効率悪いし、その間ってずっと見てないといけないから、めちゃくちゃ、他のことも進まないしっていう感じですごい大変だったんですよ。あと編集も、本当にその容量カツカツの状態でやってるから、その結構ソフトクラッシュしたりとか、波形データ出てこなかったりとか、
そんな感じでまともにね編集できなかったりとか、あの結構アップロードでもねエラーは出なかったけどちょっとねやっぱ遅かったりとか、なんかね快適じゃないんですよね。うん。てかね、マシンのスペック不足ってのもあると思うんですけど、やっぱ一番はこう容量、一番っていうか、今自分のよ、あの状態からすると、やっぱ容量開けなきゃいけなかったなと思って、やっぱりね、あのこう容量に余裕を持たせとくっていうのはね、大事かな。そのカツカツの状態でやっていくと何もいいことないんですよ。だから、容量開けとくこと大事かなと思って、今も、これもう、編集して YouTube にアップロードしちゃったら、もう、そこで、素材も、ビデオも、その残ったビデオも、まあ、残しておきたいやつは、基本的に外付けの4テラのハードディスクがあるんですけど、そこに移しておいて、まあ、Vlog とかはほぼ、消去しちゃうんですけど、もう YouTube にアップしちゃってたものは、基本的にもう、編集、もう、書き出したファイルも、素材ファイルも、もう消去しちゃって、まあ、ストレージ開けとくっていう感じに、してますね。はい。だからね、すごい、そのエアドロップのやっぱ送信が結構でかいですね。何回も繰り返さないで、もう一括にババンと、100個ぐらい、ビデオを、選択しても、しっかり、まあ、時間がかかったとしても、エラーとか起こんなくて、まあ、時間がかかったとしても、放置しとけばいいわけじゃないですか。放置しとけば終わるんですよ、こう。結構ね。10分15分かかる、送信でも、ほっとけば終わるんですよ。一番困るのはエラーが起きること。まあ、遅いのは100歩譲って許せるんですよ。その間に何かしてられるんで。こうやって書き出しとかも、今こうやって書き出してる間、うん、パソコンいじれない状態ですけど、こう、話してたりとか、まあ、違うことやってたり、本読んだりって自分して、運動したりとかね、シャワー浴びたりとかって、いろんなことがこの間にできるんですよ。それは、まあ、見てなくていいから、こう、放置してればできるんですよ、これは。今、パソコンが別に自分が命令を今与えなくても、こう、処理してる状態、時間に任せれば終わる処理なんですよ。これが、こう、書き出し失敗しましたとか、そういう風になってくると、それはまた別問題で、そうなるとずっと見てないといけないわけなんですよ。その分、時間がロスで、効率が悪くて、その分、更新頻度が減ったりとか、ああ、もうなんか編集嫌だなってなるわけじゃないですか。だから、何にでもこう余裕を持たせるのは、まあ大事なんだなとは思いましたね。うん。だから、まあとりあえずね、iPhone も Mac も SSD も、ストレージに余裕を空けましたけど、まあそんな感じでね、カツカツの状態で何でもやるの良くないかなと思います。決してね、スペックの高いマシンではないんですけど、やっぱ、そういうの大事だなと思って、今回学びました、そういうこと。はい。じゃあ俺ね、まあ引き続きこれストレージいっぱいにならないように、てか、どうしてもね、やっぱキャッシュファイルっていうのは形成されちゃうんですよ。だから、その時は初期化するのが一番かなと思いますね。Mac でも、前ね、メインチャンネルで、Clean My Mac 10というね、ソフトウェアを、紹介しましたけど、やっぱりこう、自分的には、ほとんどのデータを、外付け SSD にやってるわけだし、だからもう、ババンと初期化しちゃった方がいいのかなとは思いますね。その方がなんか他のいろんな不具合とかも治ると思うので、すごい調子いいんですよ、初期化してから。うん。初期化ってあんまりいいイメージ持ってられる方ね、あんまりいらっしゃらないと思うんですよ。全部データ消えちゃうじゃん、初期化なんてしたらって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、しっかりバックアップを取って正しい手順でやっていけば初期化は全然怖くないんですよ。iPhone だってこう、何回か初期化してますね、自分ね。iPhone の場合は iCloud にアップデート、アップデートって言ってました、自分。バックアップを取って、バックアップですよ。アップデートじゃん。バックアップを取って、バックアップってこの本体のストレージがまっさらになったとしても、どっかにデータが残ってるってことですよ。この本体のストレージのデータを、どっかにコピーしとくって意味なんですけど、やっぱね、それね、やっぱりずっとストレージの中にこうデータあると、やっぱりね、そこでいろんな、あれを、外付けの SSD とかハードディスクとかは関係ないんですけど、その中に入ってる内蔵のストレージの場合は、やっぱキャッシュファイルっていうのはね、すごい増えてくるので、やっぱ初期化はしないとダメだなって思いましたね。あ、でも、だからそういう、ね、専用のソフトがあれば、その専用のソフトで、やっぱり内蔵のストレージにこう、いろんなね、仕事の重要なデータとか、中のストレージに入れとかないといけないっていう重要なファイルがある方は、そういうのでやってもらった方がいいんですけど、まあ基本的に僕みたいな人はあんまいるかわかんないですけど、もう基本的に外部のストレージに全部移しちゃって、
中には何も入れないようにしてるよっていう人は、もうバツンと一回初期化しちゃった方が、いいのかなと思いますね。まあ、まあ、あくまで個人的な意見なんでそれはいいんですけど、iPhone もそうですよ。iPhone も結構ね、ビデオ撮ったり、自分結構こんなね、もう10分ぐらいこれで回してるわけじゃないですか。この時点でもうキャッシュファイルっていうのが形成されてて、容量が30ギガ余ってるからって、ビデオが30ギガ撮れるって限らないですよ。カメラの場合は別です。こう SD カード、32ギガの SD 入れたら32ギガ撮れるし、64ギガの SD 入れたら64ギガ撮れるんですけど、やっぱり iPhone はちょっとね、iPhone とか、こういうパソコンとかっていうのは、やっぱキャッシュファイル、システム実行するたびに、キャッシュファイルっていうのはどうしても生成されてしまうので、まあ、一番良い、いい方法はバックアップ取って初期化。っていうのがね、やっぱ一番いいと思います。はい、ということで。これもね、結構今、何分くらい経ったんだろうな、10分くらい経ちましたけど、ですね、やっぱり2倍ぐらいはかかるかな、これ。ビデオ1本と音声2本入ってるんで、やっぱりそれなりに時間はかかるかもしれない。あと、クロップもしてるし、音声もいじってるから、これかなりちょっと時間、パソコン的には重いあれなのかなって思いますけど、今約半分、60% ぐらいいってますね。うん。で、これ大体ね、何分ぐらいだろうな。この時点で7分あるからどうだろう。あ、もう10分近く ?10 分以上ある動画だと思うんですけど、20分ぐらいかな。やっぱ倍ぐらいはかかるかもしんないけど、でも結構ね、思ってたよりは早いですね。うん。ビデオが1本入ってて、音声2本、そしてクロップもしてて、音声もいじってて、っていう感じで、こんだけ早いのは、普通にいいのではないでしょうかと思いますけど。とりあえず、この動画はね、もう今日中にアップしたいと思うので、この Vlog が上がってる頃には、絶対にアップされてると思うので、ぜひね、ご視聴ください。あ、でもそっか。iPhone で別に撮った音と BGM が入ってるから、その分ちょっとね、遅いのかもしれないけど、本当だったらもう、これね、動画、音声2本と、なんだ?動画1本と音声2本に入ってるにしては、早いのかなって思いますね。なんか始まった。
ちょっとこれも食べちゃいます。いや、めっちゃうまそうです。これいただきます。じゃん、ガーリックポテト。やばい、やっぱ作ってしまった。今日ね、焦げ目つけ目でちょっとやってみたんですよ。あの、今までちょっとね、なんかあのちょっと雑炊っぽいやつ感じだったんですけど、あれは汁が結構ご飯の上まで浸るぐらいまであって、そのままチーズ入れたんであんな感じになってたんですけど、まああれはあれで美味しかったんですけど、今日はまあ、あの、ご飯の上まで汁はあったんですけど、それ全部もうそのまま煮込んで、ご飯にもスープを含ませて、で、スープがね、完全にご飯が頭を出した状態で、チーズを入れて蒸らしたって感じです。めっちゃ美味しい、ほら。ちょっと、チョコドッグ食べます。チョコがもう、液体になってて。いや、うまそう。うまそうってか、美味しい。すごくないですか、これ、チョコ。ね、カロリーこれ1本で300カロリーぐらいなんですよ。めっちゃ高いんですけど、それが。これつけるとめちゃくちゃうまい。絶対太るけど。レモです。柏屋でしょ、これ。うん。柏屋のレモンを食べます。いただいたんで。よいしょ。柏屋。うん。雑じゃないですか。いいね。食べんの？だってこれ。これ食べないでしょ？じゃーん。おー。え、包み紙変わったよね。すごい。いい、なんかいる。なんか空めちゃくちゃ綺麗ですね。夕日綺麗なのかな。いやー、この部屋西向きだったらね、見えたんですけど、でも朝日見えるからいいか。夕飯はしゃぶしゃぶとたたきです。じゃあダンボールが弱いんだよね。そこまでして、あくびの見た。そうですけど、自然界で岩に捕まって塩食べれるよりはいいんじゃない。